どうもバーマーモスの田中です。というわけでですね、今は、8月16日の朝5時ということでね、今仕事が終わりました。というわけでね、もうお腹ペコリンペコリンですのでね、というわけでおつまみを作ってまいりました。板わさと、これはですね、ミンチ天ぷら、最近ねマイブームなんですよ。まあすり身のね、あの天ぷらですよ。これ冷たい方が結構美味しいですよね。お酒をちょっと飲もうと思って、ジャケ買いみたいな感じでね、純米大吟醸京都匠、安かったんであんまり期待してないんですけどね。いただきます。あ、うまい。うん、これうまいな。純米大吟醸、安定の板わさ、日本酒には板わさですよね。うん、うまい。なぜか最近このね、ミンチ天ぷらにハマってるんですよ。これなんか懐かしいなと思って。うん、日本酒にはちょっと合わなさそうやけど、でも美味しい。うん、まあね、こんな感じでちょっと飲みながらお話ししたいと思うんですけど、もう今日実はですね、今16連勤中ですよね。7月31日以降仕事を して、休みを取ってない状況なんですよね。で、今度の土曜日まではずっと仕事が詰まってるんで、そうすると、まあ、20連勤という形になるんですよね。まあちょっとね、本当に大変でした。まずですね、8月の4、5、6とですね、まあその、まあ、ここはね、長崎県諫早市なんですけど、そこの八坂町っていうところに八坂神社というのがありましてね。で、私はですね、昨年そこに引っ越して、八坂町に引っ越しましてね、そこの住民なので、まあその祭りのね、その祭りをその手伝うわけなんですけれど、まあその中でね、僕はまあ3日間、ハイボールとね、レモンサワーと梅酒ソーダをとか、あとレモネードとかね、まあ売ることをして参加しておりました。そもそもね、僕もその諫早市ね、その住民なのに、その八坂祭りって行ったことなかったんですよ、今まで。で、初めて3日間その八坂祭りっていうのを体験したんですけど、そうするとね、まあ本当に風情があっていい祭りなんですよ。なんか提灯がいっぱいずらーって並んでましてね、ちゃんと3日間ちゃんと立派なステージがありましてね、3日間ちゃんと演目があるんですよ。6時からは誰だれ、7時から誰だれみたいな感じでね、なんかね、もうその感じもすごく良かったし、だからね、僕はお酒を売ってたわけなんですけれど、やっぱり結構こうずっと最初から最後まで見てる人が何倍も買いに来てくれるみたいなね、そんな感じでね、だからまあ3日間そのお酒の売り上げもね、思ってたよりはまあ意外と売れたなみたいな感じで、まあそれはそれで良かったんですけど、まあ僕もね、お酒を売りながら自分も飲みながらね、そのいろんな祭りを楽しんでたわけなんですけどね、本当に風情があっていいお祭りでした。で、最終日ね、一番最後の演目が沖縄太鼓ということでね、で、僕も太鼓を借りましてね、太鼓叩きながらもう踊ってね、もうすごく楽しいフィナーレを飾ったわけなんですけど、ただね、この結局3日間、金土日だったんですけど、3日間ともその祭りが終わった後にそそくさ片付けて、今度こっちの営業があるわけですよ。だからもうね、もうその3日間かなりきつかったんですけど、で、1週間普通に通常営業しまして、で、この間の日、先週の日曜日はね、本来定休日の休みなんですけど、やっぱお盆ですのでね、まあ、開けておりまして、そのうちの土曜日にですね、結婚式の二次会が入っておりましてね、まあ、本当にね、今年5月ぐらいからは結婚式の二次会が結構いっぱいポンポン入っておりましてね、まあ、でも言うてもね、なんかコロナ明けということもありまして、なんかまあ20人規模ぐらいが一般的なんですけど、そのこの間のその土曜日に入った結婚式の二次会が44名ということでね、そんな大人数の結婚式の二次会なんてコロナ以前の話なんで、しかもスタッフがなかなか捕まらなくてというところでね、僕ももう本当に大変だったんですけれど、なんとかね、無事終わることができましてね。で、お盆もですよ、その結局コロナ前ですね、まあお盆なんですけども、結局例年はね、お盆って超忙しいんですよ。まあ結局ほらね、同級生とかで集まって同窓会とかもあったりとか、まあ、そういうね、集団での飲み会が多いわけですから、うちみたいなお店って結構忙しいんですよね。ただね、このコロナ禍の3年間はもう本当にね、お盆の時はいつもなんか第何波みたいな、一番ひどい時なんですよ。なぜか
でだからもう初めてですよ、コロナ禍、まあ、終えてお盆に結局コロナ禍がなくなったのはもう本当初めてのことだったので、全く予測つかなかったんですね。今回どうなんだろうと思ったら、まあでもそれはそれで結構忙しくてですね、お盆ですね、結構忙しくて、だから僕の中ではもう本当その祭りからしてもお盆もやっとなんかピークを終えてね、なんか死の労働がやっと終わったっていうところですよ。もう結婚式の2時間も終えましてね。でね、やっぱりこうその飲食店ですね、ここね、その市内の飲食店見てたらお盆中ずっとしっかり休んでるところも、まあ、ありましたしね、まあもちろんやってるところもあったんですけれど、居酒屋さんはね、結構今日ね15日に関してはもう休んでるところ多かったですね。なんか魚市場が閉まってるとかいうことでね、とか、まあ、お盆の代休で今日からなんか連休とかいうお店も結構あるみたいでしてね、だそんな中うちはもう無休でやってたっていうところなんですよね。まあ稼ぎ時ですんでね。しかもですよ、まあその結婚式のね、44人の結婚式の2時間の時はどうにかスタッフ1人拾えたんでね、まあなんとかなったんですけど、それ以外全部1人やったんですけど、もう本当にね大変で、まあ、営業時間はもうバタバタ1人でやって、翌日にその片付けをして、そして営業の準備をしてっていうのの繰り返しでもうずっと来た感じですよね。もうとにかく毎日忙しくてですね。でね、今日のテーマなんですけれどね、まあ、飲食店はね、他人とか他業種との比較はねもう厳禁だなと思ったんですよ。するべきじゃないなと思って、特にね、まあバーとかどうなんですかね、居酒屋さんとかどうか分かりませんけど、やっぱ稼ぎ時なんですよね。だからものすごくお金あればそれ別に休んでいいんですよそういうわけじゃないんでね、稼ぎ時にミスミスね、お客様を見過ごすわけにはいかないので、まあ、開けるわけなんですけどね。ただそのほら居酒屋さんとかだったらね、魚市場がなんか3日間休みだから3日間休むみたいな、割り切って休めるんですよまだ。でもね、もう僕たちみたいなバーみたいな、まあ、もう開けてたらお客さん来るんでね、とりあえずだったらその割り切って休むことできないですよね、まあ、でもそんな中ね、要するにお盆休みのお客様が退去して押し寄せてくるわけですよ。でね、このお盆の連休中にどこ行きました、ここ行きましたとかね、ずっと寝てましたとか、まあ羨ましいなと思うんですよね。でね、やっぱこうどうしても比較するじゃないですか、あやっぱ飲食店大変だなって、周りのみんなが休んでる時にね一生懸命こう働いて仕事するわけなんですけどね。で本当にやっぱこうね、そうやって人他業種の人とね比較してしまうと、もう飲食店なんてもうマジでもうなんかもう大変すぎるんですよね。だからもう比較しちゃダメなんですよ本当に。飲食店は他人と比較しちゃダメやなと思って、他人とか他業種とね、本当特殊だと思います。僕が最近ずっと思ってることなんですけどね、仕事、まあ、もちろんそのお金を稼ぐためにやってるともあるんですけど、仕事っていうものはね、やっぱ満足するため、自分のもう自分が楽しむためにすべきだなと、それが仕事だと最近そういう結論に達したわけですね。楽しむためにするのが仕事、満足するためにするのが仕事というところに行き着いたわけなんですね。そう考えるとね、結局ずっと休みなしに今働いてますけれど、確かにちょっと体が疲れてるっていうのはあるんですけど、でもねずっと楽しいんですよ。特にその3日間のね祭りの出店ね、もう楽しかったし、結婚式の2時間なんかもなんだかんだで楽しかったわけですよね、で休もうと思ったらいつでも、まあ、休めますけど、結局開けるということだけ、いや仕事したいから楽しいから開けるということでね。だからね毎度思うんですよ、自分がね好きな仕事を、楽しい休みの日でもやりたいような仕事に就けたことに対して、まあめちゃくちゃ幸せだなというところなんですよね。ですからね本当思うんですよ、今からねなんか職に就こうとしてる皆様に言いたいんですよ、まあ、もちろんね給料がいいところに行きたいのは分かるんですけれど、でもねそのいやいや仕事をするのとですよ、本当に楽しみで仕事をするのの差ってでかいと思うんですよね。満足度もそうですし伸びしろですよね。やっぱり好きでやってる仕事っていうのは、今は給料安いかもしれないですけど伸びしろでかいと思うんですよね。僕は本当ねこの仕事やっててよかったなと思います。まあですね全然休みないですけど、でも結局ね休みがあったとしても営業しちゃうんですよみたいなね、
まあ、そんなわけで毎日楽しく幸せに過ごさせていただいております。というわけでね、まあ、さすがにね今度の日曜日は休もうかと思っておりますけど、うん、よく頑張ったなと思ってまあはい、そんなところで、今日はね終わりにしたいと思います。どうもご視聴ありがとうございました。